こんにちは、ポップです。FX チャンネル12月15日水曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしていきます。引き続き東京出張中でございますので、新広告通貨の解説は割愛をさせていただきます。順番はいつも通りクロス円の米ドル円から始めまして、ユーロ円、ポンド円、ゴードル円、そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、 5ドルベイドルの順番で解説をしてきますので、よろしければ最後までご視聴ください。昨日から今日にかけての為替相場はドル高相場。ドル以外の通貨はユーロ円を中心に下落する場面もございましたが、とは言ってもドルの方もレンジを抜けることができず、上限の113.75。こちらで今もレジスタンスを食らっているというところでございます。 そして今日は何と言ってもね、FOMC、アメリカの政策金利の発表がございますので、この28時ですね、こちらの FOMC の政策金利の発表、そしてその30分後に行われますパウエル議長の発言ですね。ここで大きくマーケットが動くために、そこをまたいだトレードというのはね、非常に気をつけていただきたいと思います。その前にもですね、小売り売上高という重要指標がありますが、まあこちらもね、えー できれば、えー、持ち越しをせずにですね、その前にはポジションを縮小もしくは解消しておいた方がよろしいからという状況ですね。えー、それではね、えー、個別の解説の前に、まずは、えー、こちら株式相場と長期金利の状況を、ね、見ていきたいと思いますので、世界の株価のサイトをご覧ください。まずは昨日のニューヨークマーケット、ダウ平均は前日比マイナス106ドル。終値で 35,544ドルということで0.3%わずかな下落で1日の取引を終えました。寄り付き直後はプラス券に、えー、推移する場面もございましたが、まあ、すぐさま、ね、マイナス券に沈んでしまいますと、そのままプラス券に顔を出すことなくマイナスで引けた状況でございます。えそしてえ本日の東京マーケット、日経平均は前日比、プラス27円。 終わり値で28,459円ということで0.1%のわずかな上昇。これは FOMC を控えましてアメリカの金利状況ですね。これを見極めたいというところからあまり大きな動きがなかったというところでございます。 そして、アメリカの長期金利でございますね。一時は1.46を超える場面がありましたが、全戻しをしてしまって、ほぼね、変わらずの1.43ということで、まあ、こういったところ、FOMC が近づくにつれて、徐々に金利の方も動きづらくなっている。そして、ドルは先ほども申し上げた通り、上限の113.75の少し下、113.71付近で推移している状況でございます。 それではね、具体的にクロス円の方から見ていきたいと思いますので、こちら4ペア4通貨ですね、ドル、ユーロ、ポンド、5ドルの順番で解説をしていきますので、ご覧ください。まず、ドル円の1時間足でございますが、ご覧いただいている通り、レンジ相場、下は113.50から上は113.75というところで、こちらのね、レンジの方が昨日からね、なかなか崩れることなくですね、 サポートとレジスタンスを受けるということで、まあ、25ピプスぐらいのね、わずかな値幅をうろうろしている状況でございますが、しかしながら、こちら、下値の方は切り上がっておりまして、いわゆる三角フラッグと言われる三角形のね、下値が切り上がりながら上値は113.75。ここを超えたくても FOMC 前にはなかなか超えることができないという状況でございます。 そういうことでね、FOMC 前でございますので、ドルの方はね、あまりレンジブレイクは起きないというところが体制でございますが、しかしながらね、仕掛け的な買いが入る、売りが入る可能性もありますので、ここは113.75を抜けたところに注目をいただければと思います。まずね、この三角フラッグでございますので、上方向に抜けた場合は、一回ね、ちょっとこの辺りはショートが踏み上げられて、上方向に伸びる可能性がある。 えー、ここの判断に関しましては、1時間足だと判断が遅れてしまいますので、12月相場は15分足も駆使していただく。えー、具体的にはですね、113.75を超える場面がありましたが、いずれもね、えー、昨日の段階、あ、今日の段階ですね、今日の段階では上髭で終わっておりますので、これが113.75の上側に抜けて、陰線から陽線の平均足のチェンジですね。 これが起こったところで、レンジブレイクと見なしていただいてもよろしいかなと思いますので、ただ単純にね、抜けるだけですと、これは上髭で終わってしまいますので、しっかりと抜けてからの陰線陽線のサポートがあったらロングを取っていく。これがね、FOMC 前に仕掛け的な買いが入ればですね、一旦ついていきながら、10ピプスから20ピプス狙っていけるかなと考えておりますのでね、まずここを意識していただくとともに、ショートに関しましては、特にね、今の段階では、この FOMC を挟んで、 で、ね、ショートを取ることはギャンブルトレードになってしまうと思いますので、まあ、ロングだけですね、113.75を抜けたところでの陰線要線、これを15分足ペースで見ていただくというところのみに、ね、絞ってトレードをしていただければと思いますので、まあ、移動平均線、ね、割り込むこともあるかもしれませんが、その時は様子見をしていただくというところがね一つ無難になろうかと思いますので、ショートは一旦は捨てていただきながら、ロングの、ね、1時間足ベースの上抜け、そして15分足ベースでの 陽線,線ですねそこが起きたところでロングを取っていくそれのみのトレードでよろしいかと思いますので参考にしてください、はい、以上で、ね、ドル円相場の解説を終わりまして続いてユーロ円の解説に入っていきましょうユーロは、ね、昨日は一旦は吹き上げる場面がありまして128.50ですね えここまで吹き上げる場面がありましたが、最終的にはニューヨークマーケットで全戻し、またこれもね、レンジ相場ということで、128円ジャストのサポートラインと、あとは128.50という過去のレジスタンスラインですね。ま、ここのところのレンジ相場という形になっておりまして、ま、50ピプスのレンジ状況。今回ね、今移動平均線が完全に横ばいになっておりますので、ま、レンジ相場というところになってきております。 えそして、今ちょうどね、移動平均線ぐらいまで上がってきましたが、今の段階では優位性のあるトレードは取れませんが、えー、例えばね、これ移動平均線が、えーえー、平均足が移動平均線の上になった場合ですね、この上側にいるエリアに関しては、えー、ロングを狙える立場、えー、あくまでもね、128.50までという条件でございますが、ここ、えー、移動平均線を平均足が超えたところで15分足に切り替えていただきまして、 この15分足ベースで陰線から陽線に切り替わるところですね、まあ、このような形で今日の高値をできれば抜けてからですね陰線陽線が出てくるこうなればですね128.50付近までの吹き上げは、ね、期待できるかなと思いますのでこういったところがあればロングを取りつつですねショートに関しましてはこれは可能性は低くなってしまいますが1時間足を抜けてしまった場合ですね 下方向で、こちら、128円ジャストを下回った場合、ここに関しては、128円を下回った時点でショートを取ってもよろしいかなと。少しね、サポートが硬いというところがありますんで、ここね、この移動平均線で跳ね返されて抜けてしまった場合は、一旦下方向にストンと落ちる可能性がある。その場合は、127.75ですね。 25ピプスの間がねほぼ真空地帯となっておりますので、まあ、こういったところでね利格を狙っていくという形でよろしいかと思いますので、まあ、あまり優位性が、ね、あるところではございませんが移動平均線を超えた場合に関してはロングを狙っていくそのタイミングは15分足に切り替えていただいてこのね移動平均線の上側で陰線要線これが起こった時にロングを取りつつ128円を下回った場合はショートで20ピプスほど狙っていくという形。 まあえー、結局はね、レンジ相場が多い12月相場でございます。上がっても全戻し、上がっても全戻し、こちらも上がっても全戻しということで、結局はね、同じようなレンジに戻ってきておりますので、まあ、1時間足で判断してしまいますと少し苦戦するかなと。しっかりと1時間足で方向性、ロングショートを見極めて15分足でタイミングを測る。このところがね、今の12月相場の攻略法だと考えておりますので、参考にしていただければと思います。 はい、以上で、ね、ユーロ円の解説を終わりまして続いてポンド円の解説に入っていきましょう、はいえー、ポンド円の方うも、ねえー、見ていただきますと、まあ、大きなレンジというところでなかなかトレンドが出ない1時間足ベースの状況で、まあ、大きく見れば、ね、下方向は149.50。 上方向はこの150.50、今抜けておりますが、ここを、ね、抜けたところでレジスタンスを食らっているというところで、これもね、1時間足ベースの順張りをしますとなかなか苦しい相場かなと、やはり1時間足でロングショートを見極めた上でですね、15分足ベースでしっかりとタイミングを測るというところをね、他の通貨と同様に考えていただければと思います。 そして今はね、一応150.50を上抜けておりますので、移動平均線とともに、こちらはね、まあ戻る可能性の方が今までを見ますとね、非常に強いんですが、まあレンジはいつか破れるということで、仮に150.50の上側でサポートがあった場合、これはですね、一時間足で見極めていただきたいと思いますが、この150.50の上側で陰線から陽線が出てきた場合、これは一時間足でよろしいかと思いますので、ここはロングを取るタイミング。 そして、ショートに関しましては、移動平均線を下回るような下落が1時間足ベースであって、そして、その場合は15分足を見ていただきまして、15分足ベース、ここも移動平均線を下回ってですね、150.50割り込んで、その下側で陽線陰線というレジスタンスが起きた場合、 これも移動平均線を、これでね、被せられるという形になりますので、ここのところでしっかりとショートを取る。ロングに関しましては、1時間足ベースで150.50の上側での陰線陽線。そしてショートに関しては、1時間足ベースで移動平均線を平均線割り込む。そして15分足に切り替えていただいて、移動平均線の下側で陽線陰線ですね。このような状況が起きたら、ショートを取っていただくというところ。 まあいずれにしましてもね、これは FOMC 前までというところでございますので、参考にしていただければと思います、はい。以上でね、ポンド円の解説終わりまして、クロス円の最後は5ドル円を見ていきましょう。はい、5ドル円の1時間足もあまり、ね、大きなトレンドが出ておらず週の、先週の末から今週の前半に関しましては、こちらね、81円のサポートラインと、 81.50というね、50ピプスのレンジ相場が続いておりましたが、 今日と昨日に関しましては、こちらね、一旦この81円を割り込んでしまって、そこからのレジスタンスを食らったので、まあ、50ピプスね、下に下がった形ですね。レンジの方が80.50から81円の間に収まっているというところでね、まあ、これも1時間足でトレンドが出てくるというところよりも、15分足ベースでしっかりとね、まあ、15 10ピプスから20ピプスを狙っていくというところの方が手堅い形かなと考えております。 よってですね、1時間足ベースで移動平均線とこの81円をね意識していただきまして、ロングを取るのであれば、81円をこちら1時間足と、ここでね、しっかり抜けた上、抜けた上でですね、15分足に切り替えていただきながら、こちらの15分足ベースでの81円の上側で陰線要線ですね。 これが起こってからロングを取ることができるかなと思いますので、単純に81円を抜けたところでロングをしてしまいますと、上髭で刈られてしまうというところがありますので、しっかりとその上側で陰線陽線が起こってからロングを取っていく。これを一つロングの目線と考えていただきつつ、ショートを取るタイミングに関しましては、この移動平均線を1時間足ベースのね、平均足が、これが下回った場合ですね。これを下回るような下落があった場合。 そうしますと、15分足に切り替えていただきまして、具体的なタイミング。こちらは移動平均線を、同じくですね、平均足の方が下回ってから、その下側で陽線陰線が起きた場合ですね。これはショートを取りつつ、直近の安値の80.50ですね。ここまで狙っていただく。まあ、こういう形になれば、おのずと移動平均線も上から被かせてくるという形になりますね。まあ、こちらのようなエリアになりますが、 しっかりと、その場合はショートを取っていくという形でよろしいかと思いますが、これも同じくですね、FOMC の前までというところでございますね時間を区切ってしっかりとポジションを定めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。以上でね、クロス円の4ペア4通貨の解説を終わりまして、続けてドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょう。 はいえー、まず、ユーロドルでございますが、ユーロドルもね、えー、まあトレンドが出るかと思いきや、ことごとくね、レンジに戻されてしまうというところで、えー、なかなか1時間足のトレンドを気にした、ね、トレードをしてしまいますと、順張りだとなかなかうまくいかないというところがね、12月の相場でございます。 よって、1時間足では移動平均線の上側ではロングを狙っていく。下側ではショートを狙っていく。そしてタイミングは15分足で測っていくということをしないとですね。まあ、ことごとくね、上がっては下がる。全戻し。上がっては下がる。昨日も上がっては下がるということで、ここの部分ね、トレンドが出ないといつもの移動平均線と平均足の関係の順張りで1時間足で攻めてしまいますとね、どうにもうまくいかないということになってしまいますので、しっかりとね、タイミングは15分足で測っていく。 今は移動平均線が、えー、これね、移動平均線の下側に平均足がありますので、こちらは今はショートを狙うターン。15分足で見ていただきますと、移動平均線上側に、えー、これ平均足がありますので、まあここは見送りながら、1.1265ですね。ここを下回ってからのレジスタンスが起きた場合ですね。 こういうパターンでショートを取っていくということで、あくまでも移動平均線の下側に落ちていって、その下側で要線因線があった時しかショートは取ってはいけないというところでございますので、これを覚悟しつつですね、1時間足に戻していきますと、この移動平均線を平均足が超えた場合に関しましては、こういった形ですね、超えた場合に関しては、これも15分足に切り替えていただいて、もう一度このね、1.12、 えー、65から70ですね、えー。ここを超えたところでのサポートを受けた場合ですね。この辺りでサポートを受ける。こんな感じですね。 そうしますと、移動平均線はこれからも上がってサポートになりますので、このような場合は15分足でしっかりと判断しながらロングを取りつつ、1.13ぐらいまでの上昇は見込めるかなというところでございますので、まあ、上に行くか下に行くかを予想するのではなくて、しっかりと移動平均線と平均足をね、見極めながら1時間足でロングショートを決めつつ、15分足でタイミングを測る。このようなところをね、意識していただければ大怪我はしないかなと考えますので、よろしくお願いいたします。 はいえー、以上で、ね、ユーロドルの解説を終わりまして続いてポンドドルの解説に入っていきましょう、はいえー、ポンドの方もですね、えー、こちら、レンジ相場になっておりましてそのレンジ相場から徐々に値動きが縮まってきております、えー、三角ペナントというところになってきておりますので少しばかりえ力を貯めて、ね、動きが出てくるかなというところでございます。 こちらの方もね、1.3250ですね。ここの部分を超えてからのロングですね。まあ、ここは具体的には1時間足よりもやはり15分足で見ていただきたい。そして、ショートに関しましては、移動平均線を下回って15分足ベースでもしっかりと要線、因線ですね。ここが出てからショートを狙っていく。 こちらの三角ペラントの上抜けをしてからのサポートが入ってから、下抜けしてからのこれらレジスタンスを受けてから、ロングとショートを取っていくというところがよろしいかと思います。では、15分足に切り替えていきますと、ロングを取る場合に関しましては、こちらの方ね、1.3250。まずこれを超えることが前提条件となりますので、しっかりと大きく伸びて1.3250を超えた後にですね、陰線要線のレジサポートを受けるというところが必要。 超えたところだけですとね上ヒゲで戻ってしまうという相場でございますのであくまでも超えてから陰線、予選これが入らないと難しいかなというところそしてショートに関しましては移動平均線をストンと下回ってね戻りが弱ければ上から叩くということであまり戻りが強くなく移動平均線にかぶせられて要線、陰線ですね。 移動平均線は一旦平均足が下回ってきますと、このような形でね、被せてきますので、このような被せられた状態で陽線陰線が出てきたからショートを取る。このような感覚で1.32割れで一旦は利益確定を狙っていくという形でよろしいかと思いますので、皆さんの相場感とともに参考にしてください。はい。以上でね、ポンドドルの解説を終わりまして、ドルストレートの最後はこちらのゴードルベイドルを見ていきたいと思います。 はい、えー、ゴードルベイドルは、えー、下落トレンドが続いておりまして、まあ、三角フラックというところでね、えー、こちらは、弱気の三角フラックということで、えー、上値の方が切り下げてきておりまして、下値の方は、えー、この0.71でね、えー、止まっていたというところでございますが、今若干ね、えー、この値動きが、 上抜けという形でね、しっかりと今までの三角フラッグをですね、まあ本来は下抜けする可能性が高い中、上にね、ピョンと上がってきているという状況でございますので、ここサポートが入ればロングのチャンスかなというところになってきております。えー、具体的にはね、もう移動平均線をこちら平均足が超えている1時間足でございますので、15分足に切り替えさせていただきますと、移動平均線の上側に平均足がある。こうなればですね、もう一度サポートが え、入ったところですね。移動平均線の上側でというところでございますんで、ここ移動平均線の上側にある平均足がその上側でですね、陰線から陽線に切り替わったところでロングを取る。このようなところでね、今までの三角形のところの上抜けをするという形でございますんで、まあ、しっかりとね、そこの部分はロングを狙っていきたいところ。 逆に、ショートに関しましては、まあ、一旦ね、これ上方向にピョンと出ておりますので、まあこれがフェイクという可能性もありますので、上がってから一気にストンと落ちるケースがございます。この場合はですね、0.71、これをもう割り込んだところ、15分足ベースで構いませんので、15分足ベースでしっかりと下髭ではなくて、実体ベースで割り込んだ場合ですね。 下髭ですと少しね、落ちきっていないというところでまたね、戻ってきてしまう可能性がありますので、実体ベースでストンと落ちるケースがあれば、15分足ベースで構いませんので、ここはショートを取っていくパターンかなと考えております。 よくね、最近フェイクが多いです。三角、このペナントの三角フラッグのところでですね、まあ、上方向に行くと思いきや、下方向に落ちるという形でね、まあ、1時間足の方が見やすいですかね。こちら、今ね、一旦三角フラッグを上抜けしているように見えたところで、 まあ、上値のブレイクだということでね、ロングが集まったところをいきなりね、ストンと落としてくる。そして逆にね、下方向に行くと見せかけて上方向に上がっていくというところも多く出ているね、騙しの相場でございますんで、これもね、しっかりと下がってしまった場合は、ロングは損切りをしてね、土点で売りを入れていくというところが必要になろうかと思いますね。 三角フラッグ、三角ペナントの方は、騙しもね、考慮しながら、しっかりとね、こだわりを持つのもポジションはいいと思いますが、しっかりとそこは負けを認めて、土点の売り買いをする必要もあろうかと思いますね。まずは上方向のサポートが入ればロングですが、それから騙しが入って、いきなりね、下方向0.71を割り込んだらショートを取っていく。このような柔軟な考え方でよろしいかと思いますので、皆さんの相場感と,ともに参考にしてください。 はい。えー、以上でね、今回の7ペア7通貨の解説を以上といたします。